女優の松下奈緒が20日、インスタグラムを更新、自身手作りのワンピースを着た写真をアップした。皆さんこんにちは、から始まり、今日も外は暑いので、涼しいお家で洋裁日和です、と水玉のワンピース姿を披露、最近買ったパターン本が面白くて、作るのが楽しいです、と続けた。このワンピースはお袖がポイントです。とアピールしつつ、塗ってる時ドットで目がチカチカしました、わら、と綴り、また、洋裁熱復活です、と締めくくった。フォロワーからは、素敵、私もそこで洋裁習ってみたいものです、ますます洋裁レベルが上がりますね、洋裁店できます、などの声が寄せられていた。